キャンプファイヤー、マッチ鉄棒。ひどい、ひどいぞこれ。さあ、またクルーです。今日はクルーの日。プテハシサントスと一緒に、カフェテリア脇で、まあ砂どけるか、これ結構時間かかるね。おい、よし、真ん中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 。あってるわ。合ってるわ。皆さんもカフェ？いや、俺カフェ。あれ？も？私カフェは、私もカフェだけど、多分カフェの左側だから。プテトス脇だと思ってた。いや、俺もいて。いや、皆さんもいてよ、皆さんも。カフェの真ん中。チュン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 。いいね、タスクがいい感じにこっち側に寄ってる感じがある。チクショマジでうんこ早いてー。早いな、早いな。動きなのこさん、ん、ブレーキやめたの。あ、な、なに、あ、俺ヤルちゃん、うん、うん、の、ごめん、なにか、何聞いた今。で、なんか いきなり展望の奥に出したから俺。そう、怪しいんだよな、その動きする人間。ああ、違う違う。ああ、まあいいや。展望台で、カードタスクが出すからでしょ。タスクやって、で、カメラ見て、サントスさんがスプラッシュゾーンの方行くなーっていうのを見たっていう状況。ああ、まあまあ。見始めるの早いっすね。見分かるけど。いや、マジで早いなと思っちゃっただけ。早いとは思う、見始めた。で、ボタンも早かったから、全体時間が早まったと思って、今回。こういう振り通らないでしょ、それ。まるで通らない。リアルがいるやん。急に軸歪めるやん。リアルが。みんなも早かったし、ボタン押すのも早かったから結果的に全部早まったってこと。マットあります。でマットだったら通信とか展望は行きにくい感じはあるっちゃあるよね、正直に。マットの人はだからちょっと微妙いっちゃ微妙いな、なんとも言えない。ジャンプファイヤー、マッチ鉄棒。ひどい、ひどいぞこれ。ひどすぎる。ひどい。今バカがいっぱいいたぞ、焚き火に。アルマはスプラッシュゾーンに行ったと思うけどね。え？あ、もう前に。7個、7神無理です。そう。皆さん見てないですか？ゴミ箱にいたのってこのターンだっけ、アルマ。じゃないですか？一応ドロップしてると思いますよ。割と初動でいたんで。あ、じゃあ、このターンだったら、そうね、スプラッシュにいたかもしれんわ。アルマさん、生きてるアルマさん、私見てて、結構序盤です、でも。通信分けで私1個タスクやって、保管庫に降りた段階でアルマさん、ジョールの位置にいました。通信脇があと7個砂まで、ね、いい直したの誰ですか。俺が通信側に直す作業やってたけど全然展望誰もやんねえなと思って、で展望ネロちゃんもやってくれたって感じかな。ヤカメさんなんだお前、俺は言ってない。あー、ネロちゃん通信来てくれたでしょ、うん、アルマがスプラッシュになったら多分プテとアルマをスプラッシュに残していったはずだが、いやいやいや、うん、でもプテはその後にミーティングにいたからどうなんだろうな。いや、スプラッシュゾーンに来るアルマと僕がすれ違ってます。で、その後どこ行ったのプテは。僕はミーティングでボタン待機からの直んねえなと思って左上で直そうとしに行くそぶりを見せたら焚き火で死ぬほどいたから、そのまま踊ってた。まあキルクル的にね、俺視点でね、プテは無理だと思う。プテとゲンさんに俺が白を出せると思う。
私視点で名言しろ出せる。ね、スプラッシュに、スプラッシュに、焚き火に一番最後に来たのが多分スナパイさんで、スナパイさんが最後にマシュマロやってた。まあそうだね、遠くから。で、おまおじは一回最初に焚き火にいたけど、一回上の方に行って、また戻ってきた。くるぐる一人で踊ってたけど、みんなが回り出したから俺も回り出した。いやいやいや、俺とゲンさんが終わった時におまおじさんっていなかったよね。いや、おまおじさんいたと思いますよ。ね、ダンス始まった段階でいた、今いた人。踊り方がおかしいだけで。ごめん、踊り方がおかしいじゃない。そこら辺の白出せる人、名前だけ教えて。名プテ、ゲン、スナ、トス、オマ。いや、スナパイさんは、白は出ないです。俺が最後なのか、わかんない。でもスナパイさん、キッチン側から来てるし。え、まあ、俺は白出ないと思うけど、通信まで行ってるトラブル白出ないわ。他の方から。うん、たけびにネロちゃんいなかった。心情すごく白い。あのアホがいっぱいいたから直しにいいかなっていう。まあお前さんは怪しいですよ。いややめてください。なんかね、12時の方向でずっとお前さん回られてたんですよね。あ、そう最初ね、協調性がなかっただけ。スナッパイさんって白出なくねえか。アルマがどこ行ったかわかんねえのに。どうやって回ってんの意味わからないな。どうだろう。はい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 。アルマでもね、スプラッシュ側からね、ミーティング側には抜けてきてないでしょ。そう、抜けてきてないから、スプラッシュゾーンとかカフェぐらいで死んでると思うんですよ。キッチンの方って行く隙ないのかな。行く術がないよ。その下が繋がってないから。左下から行けないもんね。いや、違うのよ。だから、アルマってでもさ、ドロップシップとか保管庫側から来ててさ、スプラッシュに来てるんでしょ、うん、その後に、カフェに行くの意味わかんなくない、ね、いや、そうよ。ドロップシップは。じゃあ、スプラッシュゾーンで死んでんじゃないですか。ベントでスプラッシュのゴミ箱とかで。いや、ゴミ、それは絶対ないですね。ゴミ箱だったらもっと、いや、俺がスプラッシュから出るときにアルマがゴミ箱にいたから、キルクルは絶対開けてないんですよ。で、そのとってさ、うん。あ、ごめん、どうぞ。いや、その時は俺とプテしかスプラッシュにいなくて、俺とプテとアルマしかスプラッシュにいなくて、俺が焚き火で終わってミーティングに行ったらプテがもういたから、例えばプテの後にアルマが抜けてるパターンとはないの。ミーティング俺下から入ってボタンを押してるから、まあでも最後の最後だけど。俺どこに抜けてるパターンですか。いや、俺らがさ、多分俺が行った時におまおじ現メイヤで、焚き火のところにいて、プテがミーティングいる状況って、多分誰も他はスプラッシュとかの死人がないから、その間にキッチンとかに抜けてるパターンないのかなって。でも保管庫のジョーロ拾ってて後にキッチン行かなくないですかって。スプラッシュやった後の保管庫ってルート的に。え、なんで別にジョーロだったら後でやる少ないですか、音質。まあわかる、それは。そう、いや別に音質をやるんじゃなくて、スプラッシュキッチン保管庫っていかない。スプラッシュ保管庫の順で見られてるんだから、タスク順的にスプラッシュキッチンっていかなかった時点で保管庫は後じゃないですか。あ、先じゃないですか。先じゃない。保管庫側からスプラッシュに来てるんですよね、うん、あ、そう、開幕、開幕私が保管庫でみたいな。ゲンさんの先だったら、あ、ごめんなさい、じゃああるわ。動線的には別にキッチン出てもおかしくはないと思う。だから俺目線はプテとゲンさんに白が出せるからこそ、最後に焚き火に来てるのがスナパイさんだから、キッチン側から。だからスナパイさんに白は出ないと思いますよっていう話を昨日からしてる。まあキッチンっていうか俺出かえるからだ。うん、そっち側から来てるね。まあまあまあ、どこその前は通信から外回り、温度の上げ下げと、あのバーピューイピューイってやつはやった。うん。で他の人は全員できるでいいんだよね。スナパイ、ネロちゃん。うん、できるんじゃない。あれ、ガミさんとネロちゃんが展望と通信。ガミナナが、ナナコが通信、ガミが展望直してます。いや、でも移動経路的にミーティングに来ないんだったら、どう考えてもあのキッチンの方行くと思うで。キッチンとか下の方に。と思わん。と思わん。と思わんと。と思わんと、と思わんとっていうあの方言か、なんとかとっていう方言かわいいよね。なんか漢字解説ある。サントスさん上のボット、What?
死んじゃった。はい。ね、ミーティングの、なんて言ったらいいの、研究とミーティングの間の、研究とミーティングの間、そう、研究とミーティングの間のなんか通路あるじゃないですか、うん、サンサロンみたいになってるとこ、サンサロンとか、うん、なんて言ったらいいの、これミーティング下抜けたところにあります。俺ミーティング一周した時に光ったなと思って、してたら発見。三つ上ぐらいのところのキノコ踏んだの誰？はい、私。私視点ガミさん隠しろ、メイヤさんは視点レポーターされた方は無理。ネロちゃんって今どこにいるの？てかね、あのね、ナナコさん視点だよ。メイヤさん認めてるよ。ネロちゃんって今ミーティングにいます。ミーティングの下にいますよ。あ、ごめんね。下ってか、ミーティングのあれね、6時ぐらいにいる。俺視点でガミさんとサントスさんに隠しろが出せて、ナナコさんってプテの情報ないんですか？あるよ。あるけど、みんなの情報聞いてからにしようかなと思ってた。うんうん、まあつってもあのまあいいや、原子炉の中に入っていってるプテを見ている。コミサボが始まっている時に俺は展望向かって、メイヤ君が通信向かってるはず。ナナコさん、はい、あ、どうぞ。私とナナコさんって望遠鏡ずっと見てたと思うんですよ。はい、ネロちゃん見えましたよ。ナナコさん見えなかった？いや、これ見えなかった。俺はもうあのゲンさんがカメラ見てるからもういいかと思って外してる。私の視点だとネロちゃんって今ミーティングの9時の位置にいます。でネロちゃんミーティングの下の位置っていう主張なんで、ラグとかじゃなければ私でも対抗かな。え、9時にいるっしょ？そうですね。12時の時制の時の9時の位置。天気の4の位置にいます、今、ネロちゃんは。絶対対抗で大丈夫です。視点もネロちゃんはおかしいこと言ってるなと思ってて、その位置の対抗というか、俺がキッチンでタスクこなした後、ちょっとだいぶ遅れてる自覚はあるんですけど、ジャングルからミーティングに、研究室のタスクやって、ジャングルからミーティングに行ってる最中なんですよ。で、その辺やったら俺光らないとおかしいですよね。したい。ガミメイの意見聞きたいです。いや、ミーティングの下なんでしょ。ガミメイの意見聞きたいです。いや、ネロちゃんはわかんない。マットもあると思うから何とも言えないな、マジで。あとね、ナナコさんも怪しいです。っていうのは私、小見さんも直してるんですけど、展望台に行った中にナナコさん先行しておられたのに、ゲージが始まった段階でまだ入力されてなくて、私が結局5桁入力して直してるんで。その話できるけどちょっと今時間かかるから、シンプルに位置的に言えば、お守りさんの方が人外だと思ってます。でゲンさんはマットだと思う。ネロちゃんいきます。俺はネロちゃんかな。いやじゃあ絶対治ってないよねこれ。じゃあお守りさんに言ったんだね。治ってると思います。治ってる、治ってる。じゃあ絶対ボタン行ってください。連れてそう、連れてそうだがマットの可能性もある。これボタンないよな。あるか、ボタンあるか。俺ミーティングの人数見てから行くか。スナパイサントス、ナイス、早い。展望直し。おお、マットじゃないね。もう一度展望直したんで、ね、私はマット否定しておきます、うん、はい、はい、通信直したガミさん、まあ、俺が入力しているが前は前7スナ、7スナのどっちかから知りたいかなとは思うんですけど、じゃあスナパイさんでいいと思いますよ。さっきも言った通り、あのリアクターの中に入ってるプテ、これは別に迷惑してでも間違いじゃないでしょう、うん、間違いじゃない。てか、はい、原産視点でナナコさんって展望台からのベントって入れます、はい、入れないですよね。ベントでベントに入ることはできないですよね、ナナコさん。原産いや、できなくはないですよ。入った上で、直す位置に行く。展望台の扉を俺が開けてるから無理でしょ、ケンさん。展望台、あの扉なく入ってきてるでしょ、あ、まあ、それはそう。あ、展望台の扉をナナコさんが開けて、展望台からベントに入ってリアクターに飛んでキルをして、展望台に戻ることができますか？まあ、時系列的に不可能ではないんじゃないですか。不可能じゃないんだ。カメラ見てるタイミングだったらって話だよね。いや、カメラ見てるタイミングは全然無理だと思うよ。あ、無理です。そこはナナコさん無理。単純に俺が先に展望台の中いるから、俺がリアクターにキル起こしてから戻ってきて入力してるふりをしているっていう主張だったら、あれが鳴ってからね、コミュサボが鳴ってからそれができるかどうか。鳴ってからだとかなり厳しい。ああ、OK です。じゃあナナコさんは切れなさそうです、はい、プテのことは。はい、っていう感じです、うんうん。で、プテは確実にその位置にいたので、近い位置にいたスナパイさんは全然別に人外地高いと思ってるんで、釣ってもいいと思ってます。少し僕のできるのもありました。まあ、サントスさんは絶対無理だし、ガミさん、ガミさん、ガミさん、私視点で隠しだったら大丈夫。大丈夫。手術の日食べてる、うん、だからもうちょっと前に話したかったのは、スナパイさんって多分通信ぐらいから一緒に降りて、はいはい、原子炉降りてジャングル向かってキッチンまで向かってるよね、多分。うん、やったタスクも寄ったと思いますよ。
そうだよね、うん、だからまあマットっぽいなって思ってるのでそれが嫌すぎる感じ。じゃあサーブ直したいんだ、だったら今しかないので別に釣っていいと思います。え、ネロちゃん人が決め打つんだったら街でもいいっすね。ダメ、まあそれもありっちゃあり。別にスナパイさんってハイブリさんもキルできる位置だと思いますよ。そうだね、スナパイさんも一応俺は釣ってもいいかなとは思うけど、この盤面だったら皆さん多分初手からずっと釣ってる。そうそう、初手がちょっとね一番できやすい位置かなと思ってる。ナラコさんの方が釣られた方がいい。いや、ゲンさんって俺何で見てます？マットで見てる。マットですね。あ、そうだろうね。いや、どうだろう、サンピョスキャップ。多分このままだと、うん、マットケアったら釣られちゃいそうだし。すんのおかしくね。ナイスナイスダメだこりゃ。すいません、釣らせていただきます。いいんですよ、モルさん。危ねえ。打っちゃいました。初手のアルマはどこに行ったの？あ、キッチンに。あ、そうだよね。インコーナーついて、キッチン。そっちにしか行く場所ないもんな。